オパンスタックは、クラウドコンピューティングのためのオープンソースフリーソフトウェアであり、クラウドの分類のイヤスサービスとして仮想マシンや、その他のリソースを提供する。オパンスタックは、データセンター全体の処理、ストレージ、およびネットワークリソースのマルチベンダーハードウェアプールを制御するコンポーネントで構成されている。そして、ウェブベースのダッシュボード、コマンドラインツール、または、 ウェブサービスを通じて操作する。オパンスタックは2010年にベイラックスプイスホスティング社と NASA の共同プロジェクトとして始まった。ソフトウェアとそのコミュニティを促進するために2012年9月に設立された非営利法人オパンスタックファンデーションによってオパンスタックは管理されている。AT&T、AMD、シスコ、L、エリクソン、HAP、IBM、 インテル、NEC、レッドハット、VMWare、Yahoo など500以上の企業が参加している。NASA、S、SNEBULA プラットフォーム2010年7月、ベイラックスプイズホスティングと NASA は共同でオパンスタックと呼ばれるオープンソースのクラウドソフトウェアを作るプロジェクトを開始した。標準的なハードウェアで動作するクラウドコンピューティングサービスを提供する組織を支援することが オパンスタックプロジェクトの目的である。それから3ヶ月後の2010年10月21日、オースティンというコードネームの最初の正式リリースされた。ソフトウェアの定期的なアップデートは数ヶ月おきにリリースされた。初版は NASA のネビュラプラットフォームだけでなく、ラクスプイズ S クラウドファイルズプラットフォームプラットフォームからも提供された。2011年、 ウブンツリナックスディストリビューションの開発者は、ウブンツ11.04ナッティ y のルボル向けにオパンスタクベアー、技術プレビュー版を採用した。ウブンツのスポンサーであるコナニコルは、オパンスタクカクタスリリースから、オパンスタククラウドのサポートを開始した。2011年のオパンスタクカクタスリリースから、デビアンシドでも利用可能になった。を含むの最初のリリースは、 オパンスタック2012.1を含むデビアン7.0である。2011年10月、スセはオパンスタクディアブロリリースをベースとした業界初の完全に設定済みオパンスタクアプライアンスのパブリックプレビューを発表した。2012年8月、オパンスタクエセックスリリースをベースとして、スセはエンタープライズオパンスタクディストリビューションの商用サポートを開始した。 2012年11月、o p e n n a s V2.0 ガバメントをプラットフォームとした、イギリス政府のデジタルサービスが、運用を開始した。ルータッカー、VP&CTO、クラウドコンピューティングオブシスコイン2012-2012年、OpenStack SX リリースをベースとして、RedHat は、OpenStack トリビューションのプレビューを発表した。2013年7月に OpenStack のグリズリー、 リリースをベースとして商用サポートを開始した。2013年7月、オパンスタクに技術的進歩などの要因がないなどの理由とパブリッククラウドの使用に注力するため NASA はプロジェクトの積極的な開発者を辞めると発表した。しかし、この発表は a イ m s 研究センター CIO レイオー・ブライアン氏の発言と一部矛盾している。2013年12月、 オラクルはオパンスタクにスポンサーとして参加し、オラクルソラリス、オラクルリナックスなどの製品にオパンスタクを導入する予定と発表した。そして、2014年9月24日にオパンスタクアイスハウスリリースをベースにオラクルソラリス、およびオラクルリナックス向けオラクルオパンスタクディストリビューションをリリースした。2014年5月、HP h p は HP ヒーリアンを発表し、 アイスハウスリリースから HP ヒリアンオパンスタックコミュニティのプレビューをリリースした。HP はオパンスタックで HP ヒリアンパブリッククラウドを2012年から運用している。2014年インタラップおよびテックフィールドデーにおいてベーバイや社がショートテストパスブリジングとオパンスタックを自動キャンパスとして使用しデータセンターからエンドデバイスまでの自動化を拡張し サービス提供から手作業によるプロビジョニングを取り除きソフトウェアディファインドネットワーキングを実証した。2015年3月現在 NASA は OpenStack プライベートクラウドを利用しており OpenStack パ,パブリッククラウドサポートのための提案を行っている。2015年10月 NEC は OpenStack キロリリースをベースとした NEC クラウドシステムを発売した。 オパンスタックは様々なコード名のコンポーネントを持つモジュラーアーキテクチャを採用している。NOVA はすべてのスケジュールや軌道の処理をオーケストレートする。ニュートロンは全てのオパンスタックサービスを接続するための SDN を提供する。シンダーはゲスト VM に永続的ブロックストレージを提供する。キーストーンはオパンスタックコンポーネントへの認証と権限付与を提供する。 グランスは仮想ディスクイメージのカタログと保存場所を提供する。スイフトは無限にスケーラブルなブロブストレージ。データの保存や読み出しを可能にする。ホライゾンは他のオパンスタ t a コンポーネントにウェブフロントエンドを提供する。いくつかのオパンスタ t a プロジェクトは商標問題のために名前を変更している。オパンスタ t a は他のクラウド API との互換性を追求していない。しかし、 いくつかのオパンスタックコミュニティが互換性について活動している。オパンスタックは非営利団体と理事会、技術委員会、ユーザー委員会によって管理されている。取締役会は8プラチナスポンサーのそれぞれから8メンバー、24のゴールドスポンサーの中から8メンバー、ファウンデーション個人メンバーから選出された8人のメンバーで構成されている。 2013年現在の理事会メンバーは以下の通り2013年現在のテクニカルコミッティは以下の通り2013年現在のユーザーコミッティは以下の通りオパンスタクのユーザーのうちのいくつかありがとうございます